シアン先輩ってそこら辺の男子よりよっぽどイケメンだよね。文学部1年の東条律子って言います。いい機会じゃない、毒親からの自立。そうやってじっと待ってれば誰かが助けてくれるって思ってる。またあの時みたいなことが起こったらどうしようって。男の人が苦手なんですよね。先輩のことは私が守りますから。クソ女だ。なんで俺があんなババアと付き合わなきゃなんないのよ。あの子嫌いなんだよね。誰がこんなもの。明日はあいつの化けの皮を剥いでやる。蓮見さんは特別なんです。シアン、俺を見ろ。シアン先輩のこと好きなのかと思っちゃいました。俺が気になってもリツコちゃんだよ。リツコちゃんには私だけ見ててほしいから。俺が全てから守るから、俺だけ信じて。だとしても普通じゃない。愛してるって言ってください。シークレット同盟、4月4日木曜深夜0時59分。